ますね。ソーミシャンタン、これがね小さじ1ぐらいかな、うん、あんまり入れなくていいです。ごま油が、大さじ1ぐらい、ネギ油が小さじ1、うん、それが沸いてきました。そこにニンニク、お好みで少々、生姜、ホワジャオ、お好み少々、魚粉の削り節、うん、小さじ1ぐらいかな、大さじ1杯が多いね、うん、白胡椒、はい、これで混ぜれば完成です。これはね、チューブ留め 200g です。約3分ぐらい茹でていきます。今日はね、お醤油というよりもポン酢をいきます。大さじ1ぐらい、これソーミシャンタンがねちょっと溶けづらいんだけど、温かい麺を入れるんで自然にね溶けちゃうんです、うん、あー、ごま油、生姜、美味しい、ニンニクも美味しいよ、これではスープじゃないんで麺が伸びないからちゃんとしっかり茹でよう。
油そば。いただきます。これ油そばって結局全部ぐちゃぐちゃに混ぜちゃわなきゃいけないんだよね。どこから行こうかな。海苔も欲しいし、海苔、卵、麺が200だからちょっと多いかな量が。いただきます。もうちょっと油が多くてもよかったかな。麺が多いからね、うまく絡まないみたい。うん、おいしい。もう少しごま油入れてもよかったかもしれない。ネギもいっぱいあった方が美味しい。スープがないから油分が少ないとね、ちょっとボソボソになっちゃう。海苔は固まっちゃうんで、次回は散らしましょう。ニンニクと生姜入れたけど、あんまりわかんないね。ちょっとポン酢かけてみるか。ちょっと醤油味が欲しい感じ。ちょっとポン酢を足してみました。あ、こっちの方が美味しい。もうちょっと醤油味を足した方が良かったね。うまい。具がさ、チャーシューしかない。チャーシューとネギだな。シナチクとかも欲しいね。でも鶏チャーシュー美味しい。あっさまりした。